酔っ払いガニのタレ、紹興酒漬けのタレですね。それをちょっと作ろうと思います。まず紹興酒750、はい、1本丸ごとってことですね、はい、これ750です、はい、お醤油50g です、はい、お塩、はい、これが 30g、はい、それから砂糖、はい、25g、そしてこれですね、山椒、はい、少々、それから鷹の爪、はい、生姜の香り付け生姜、はい、それからネギ、はい、これ、よく溶かすだけです。渡りガニでもいいし、石ガニでもいいし、あと上海ガニですね、上海ガニもいいし、あと身近なところだとボタンエビとか甘エビとか、うん、はい、あの辺もつけて、甘エビやボタンエビだったらもう一晩で食べられますね。一晩です。カニはね、1週間ぐらいつけるそうです。あ、そんなにつけるんですね、はいはい、これに漬け込むだけです。簡単ですね。簡単です。